カンテレで28日未明、ジャンクスポーツが放送され、ドスコイ。新世代オールスター、で将来の横綱、大関を担う若手力士たちが出演。1月場所で重量優勝を果たし、春場所で最速タイの新入幕を果たした孫富士は伊勢ヶ浜部屋の先輩で横綱、照ノ富士にぶち切れられた事件を明かした。ベンチプレス220キロなどウェイトトレに力を注いでいた孫富士。 1>, 1月場所前に照ノ富士から、急に、上半身のトレーニングをするな。四股とすり足だけをやれ、って言われて、数日後に忘れてるかなと思って筋トレしてたらまたぶち切れられて、と明かした。浜田雅俊から、本気で、と聞かれ、本気です、冗談じゃないです、と言い切った孫富士。番組内で張り合っていた各界の筋肉番長を自負する朝交流から、じゃあやめた方がいい。 とアドバイスされスタジオは笑いに包まれた。ここで豊ノ島さんが、横綱自身も怪我で苦しんだから、下半身の基礎をしっかりしろっていうことなんだと思います。と助言すると、孫富士も、はいそうです、と納得の表情。ぶち切れ事件もあって、先場所は四股すり足だけやって筋トレ全くやらなかったら、優勝しちゃいました、とドヤ顔。これに浜田は、今の、腹立つわ。 これカットやと語っていた。